はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。朝倉海の弱点丸分かりと井上直樹が宣言、ヤマニハ戦で露呈した銃の弱点とはについてです。先日井上直樹選手がお姉ちゃんの UFC ファイター水木選手と YouTube ライブを行っていました。そこで朝倉海選手の弱点が分かったという趣旨の話をしていました。もちろん日本語が不自由な井上直樹選手なので、お姉ちゃんの水木選手が翻訳していました。井上選手は山にハ選手がよく頑張った、いろいろ分かったと言っていました。そこをお姉ちゃんの水木ちゃんが、海選手の弱点が分かったってことねと翻訳してくれました。それでは朝倉海選手の弱点を10個解説していきましょう。まず分かりやすいところからいくと、1回戦のバンダムグランプリ最弱の最弱、渡辺猫好きシュート選手の試合からです。ここで露呈した弱点の一つは、片足タックルを簡単に入られてしまうところです。渡辺ソプラノシュート選手が 4、5 回片足タックルに挑戦し、すべて片足を取ることに成功しました。これにはからくりがあります。朝倉海選手は相手のジャブに右ストレートを合わせたいので、そこを逆手に取って渡辺シュート選手がジャブのフェイントから片足タックルに行ったのです。そして全て成功しました。しかし渡辺キャットシュート選手には誤算がありました。片足タックルに行った後にわざと朝倉海選手にバックを取らせ、そこから展開を作る予定でした。しかし朝倉海選手は実は自分から寝技で攻めるスキルがなく、寝技で攻めてくれませんでした。片足タックルの場面でもガブられた状態でも、普通の選手であればバックを取り攻めるのですが、ガンとして寝技で攻めなかったのです。ここで2つ目の弱点が露呈しました。テイクダウンディフェンスや立ち上がる動きは優れているのですが、自ら攻めの寝技の攻撃力が非常に低いことです。相手からすれば寝技で攻めないことが分かれば戦略を立てるのも簡単でしょう。次に3つ目の弱点です。これはサブミッションの防御力が低いところです。最弱の最弱、渡辺猫博士選手にフロントチョークを取られそうになりました。渡辺シュート選手だったのでサブミッションは取られませんでしたが、これが井上直樹選手などの寝技が得意な選手であれば取られてた可能性は高いのではないでしょうか。3番目は寝技の防御力が低いところです。次にヤマニハ戦での露呈した弱点に移ります。まず一つ目は、前田明さんが言っていた通り攻撃がワンパターンなところです。ジャブ、ストレート、返しのフックぐらいしか攻め手がありません。そこに前蹴りやインローなどを放ちながら、セオリーとは逆の右回りで動いていくぐらいです。攻撃パターンがワンパターンなのでカウンターを取ることも可能でしょう。次に5つ目の弱点です。右ストレートが武器な海選手は、逆に右ストレートの打ち終わりの防御力が下がり、相手に打ち終わりを狙われてしまうところです。ヤマニハ戦でも何度も左フックをもらっていました。ただヤマニハ選手の左フックが顔を何度も捉えたものの KO できなかったのには理由があります。ヤマニハ選手は身長が非常に低く、リーチも短いため、左フックが上に向かって体を伸ばして打つため体重が乗り切らず、あまり威力がありません。普通であれば左フックから右ストレートを打ち抜き KO パンチを打てるのですが、ヤマニハ選手の体格の問題でできませんでした。井上選手であれば前手の左フックをこめかみに打ち、右ストレートを顎に打ち抜くことで KO する可能性は高いのではないでしょうか。次に6つ目の弱点です。今回カーフキックに対して朝倉の海選手はある程度ガードができていました。少し重心を後ろめにすることによってカットすることができたのです。しかしその副作用としてテイクダウンディフェンスの弱さを露呈してしまいました。試合中も何度も何度もヒロ・ヤマニハ選手に投げられていたのです。6つ目の弱点はテイクダウンディフェンスが以前より弱くなったことです。そして7つ目の弱点ですが、テイクダウンされた後に後ろを向いて立ち上がる癖があります。これは致命的な弱点になる可能性があるのです。8つ目の弱点ですが、後ろを向いて立ち上がった後にヒロ・ヤマニハ選手は立ちバックを狙っていましたが、その対処がいまいちでした。ただ
広山根田選手は背が低すぎてタッチバックの体勢になることはできませんでした。8つ目の弱点はタッチバックへの対応です。タッチバックが上手い選手は青木真也選手、クレベル小池選手、佐々木うるか選手、井上直樹選手などの長身で手足が長いファイターです。というのもタッチバックは相手におんぶしてもらうような形で相手よりも高い位置に立ち、腕をたすきに回す必要があり、足もフックする必要があります。背が高くて手足が長いファイターではないとなかなか難しいのです。朝倉海選手はバンタム級でトップクラスに背が高く手足が長いので、あまりタッチバックの対応をしなくても大丈夫でした。しかし今回、海選手以上に背が高く手足が長い稀なファイター井上選手は簡単にタッチバックを取ることができるでしょう。背の高い AV 女優が高層ホテルで窓際でタッチバックしがちなのと同じ理論ではもちろんありません。次に9つ目の弱点です。この弱点は海選手のパワースピードと関係あります。海選手はパワースピードに優れていますが、その効果は1ラウンドだけです。2ラウンド3ラウンドになるとスタミナも落ちてき、スピードも落ちます。しかも対戦相手の目が慣れるために2ラウンド3ラウンドに進むにつれて劣勢になります。これは山根田戦でもよく分かったのではないでしょうか。逆に言えば1ラウンドは捨ててでも2ラウンド3ラウンドで徐々に削っていけば勝機が見えていくのです。最後10番目の弱点です。これは山根選手のコーチが戦前に飾っていましたが、朝倉海選手は体の脆さがあるとのことでした。堀口戦でも足を壊され、山根戦でも拳を壊されました。攻撃力があり、背が高く手足が長い恵まれた資質を持っているのですが、体が脆いところがあります。また体だけではなく心の脆さも持っています。大晦日の一番勝たないといけない大舞台でマネルケープ、そして堀口恭司選手に2年連続 KO 負けしました。このような大舞台に弱い心の脆さを持っているのです。このように10個の弱点を持っているのが朝倉海選手だと井上選手は言ったのではないでしょうか。ただこの露呈した10個の弱点に戦慄の TikToker 滝沢選手が気づき、もしかしたら朝倉海選手に1回戦で勝利するかもしれません。また怪我の多い井上直樹選手が1回戦を欠場し、代わりに金太郎選手が出場する可能性もなくはありません。そして小木チャンネルが塩漬けで2連勝し優勝してしまうと、雷神は大晦日にリアル笑ってはいけない事態に陥るのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ井上直樹サイレントモンスターアパレルをお買い求めください。それではさよなら。